こんばんは、錦先生こんばんは、トカエロこんばんは、アリメタラこんばんは、ケスイさんこんばんは、あ、待って、トカエロと錦先生来てくれてありがとう、ティムジー来てくれてありがとう、あ、ライブですね。ケスイさんこんばんは、セイユさんこんばんは、ズダンこんばんは、ホトケキこんばんは、ヤッチありがとう来てくれてこんばんは、ジェンさんこんばんは、トカエロ今日めっちゃウフだったよ、ティムジーこんばんは、今日来てくれてありがとうティムジー、ちーちゃんこんばんは、ふみふみこんばんは、かんたさんこんばんは、しわじさん、まめまめこんばんは、ゆれるん、あ、やすたろうかな、こんばんは、まだたんこんばんは、かゆくてありがとう、てにつけじごぶんのありがとう、ましまさけさんこんばんは、ゆえなさんこんばんは、ジェドジェドこんばんは、ティムジーチーがさらに会いたかった、ありがとう、ありがとう、あ、まめまめ500名訪問ありがとう、まめまめありがとう、ミキセと写真も買ったぞ、そう、今日ミキとね遊んできました、しんちゃんありがとう、しんちゃん来てくれて、今日いっぱい人来てくれて嬉しかった、しんちゃん、オリメタル X の新しい写真を見て非常に嬉しくなった、おお、Thank you、すぎちゃん、すぎちゃん今日来てくれてありがとう、すぎちこんばんは、ライブも特典会も楽しかった、ありがとう、やったやつ、ショートも楽しかった、今日ラブさんこんばんは、エンヒロタン、多分さ、エンヒロタン明日さもらえるかもしれない写真集とか、ありがとう、写真集エンヒロタンありがとうね、本当に今日の巻き髪ヘアめっちゃ漏れてました、すごく大人の女性感出てドキドキ、いやありがとう、まるで今日も姫可愛すぎる、その時だ、いやたけた、ありがとう、ゆっちゃんこんばんは、みきちゃんとのデートプランはどんな感じでしたかって、しんちゃん、ね、みきとは何をしたかっていうと、あのまず、あ、まずこちらに行きました、これ紹介しようと思ったんだけど、こちらタンバリンズ、あの韓国から最近日本に来たばっかりのブランドなんですよ、タンバリンズ、あのインスタのストーリーでタンバリンズの写真はミッキーさんとのお揃いの個性やった、そうだよ、あやち、これミキとアサラチ、まこたんこんばんは、来たくちゅ、あ、まこたんこんばんは、香水買ったっけ、そう香水、なんで香水買ったかって言うと、ミキがここ行きたいって言ったんですけど、なんかシアトリもミキも香水が大好きな人間なんですよ、でそれで How was your date with ミキ、 Very very happy、 それが例の香水しちゃう、そうこれ、この間娘からその子のハンドクリームを与えてみて、え、マジですごい、マジで娘さんセンスいい、そこのブランド知らんかったら調べようって、今後ここタンバリンズってとこ、新しいさ、あの日本に到着したやつ、詳しく知りたいって言ったら、これめっちゃよくって、見て香水、このいろんな形があったけど、この形が14ミリだで、なんかシアトリミキとね、すっごいね合うところが香水の好きな匂いなんですよ、好きな香りがめっちゃもうすっごい似てて、好きな香りがで、これすっごいなんか女性も男性も使いそうな感じの香りで、甘すぎない、なんか甘すぎないのが本当にいいっていうのが共通なんですよ、ミキと、サシさんこんばんは、ニジありがとう、んー、ジョジャン、あ、間違えた、うん、ジョジャンじゃない、んー、ニジありがとう、ジョジャン、ありがとう、あ、ラブさん、お世話かかり101年目ありがとう、ありがとうラブさん、そう韓国で買ってきたって言ってた、ティムジーすごい、ベニービパットこんばんは、桜井さんこんばんは、マルタ姫の顔見たらめっちゃ眠くなってきた、よしでも眠いよ、ミクルッツこんばんは、俺もシンス大好き、ナシシンちゃんナシシャトも大好き、2月に初上陸やって、そう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 、お揃いのに、それはダメだね、やめとくってやつ、別にお揃いしようよ、これなんて香りだこれ、レイトオータン、あ、レイトオータンっていう匂い、レイトオータンっていう匂いです、この匂い、おせがけ100人超えおめでとう、先生ありがとう、今日今年初めて、今年じゃない、今月、甘すぎないのもよきよき、さあちゃんにお守りさせてほしいっす、
よろしくな。ロドマンさんこんばんは。ヤス太郎かな、こんばんは。さちゃんのくんくんレビュー行きたい。これマジ特典会で明日もつけると思うんです。5月も終わりねえ、しばじん5月も終わっちゃうね。 This is my first showroom with you. Thank you for an なんて書いてある、ピーピョン。サナちゃん This is my first showroom with you. Thank youThank you, thank you! 1ヶ月以上ぶりの実物の姫は格別に可愛かったねえ、すぎちゃんありがとう。もうずっともう息を吐くように書いててくれて超嬉しかった。さっちゃんそこのベッドの上だよ。ミクロッツ、ハンドクリームの匂いはホリーメタル。え、すごくない、ホリーメタル。今日はクンクンさせてもらって嬉しかった、しんちゃん。特別に来た方にはこの香水をクンクンさせます。もぐもさん、明日から誕生月。そう、明日から誕生月なんです。やしたろうやないかい。香水をソロッチしたいけどメンズでも大丈夫。え、それがさ、メンズでも使える香りなの、絶対に。これえ、マジでメンズがつけてたら本当にしちゃってときめく匂い。でも女の人も使える。これ見て、これレイトオータムって匂い。これタンバリンズのレイトオータ。クンクン、クンクンだよ、クンクン。で、あとね、今日ね、あのミキとアサイボールを食べたんですよ。とか、あと、そう、香らせていただきました。ニンズキス、ありがとう。いい匂いだった。確かにメンズでもいけそう。ティムジー。だよね、メンズでもいけるよね。明日のくんくん可能ライブはこちら。ありがとう、やっちー。ライブ、ありがとう。これから出る？メンズでも使えるなら、おそろちするしかない。マジ、おそろちしようよ、とくえろ。息を吐くようにってうますぎ、しばじん。え、ばしゃって日本語うまくなっちゃった。いい香りするはて結局で。アサイボール好き。いや、さくらさんめっちゃわかんの。アサイボールさ、ミキがハマってるって言っててさ、ちょっとでもアサイボール大好きと思って。アサイボール大好きで、家にアサイもあるんですけど、まあ、最近作れてないんですけど、忙しくて。やっちゃん、ありがとう。6月1日、明日ですね。6月初ライブ。ウィズ原宿ホール。ここ初めてのところがする、初めてのところ、多分水原宿ホール、ここでライブあります。時間は14時15分からです。ぜひ来てください。土曜日レトータもウィルケス、イエス。日曜日、ちょっと待ってね、日曜日あるっけ。ごめん、今端末が2つなくてちょっと待って、見れないない。こっち、はるかさんこんばんは。でそれでアサイボール食べて、もうずっと話してたんですよ。普通にベンチ座ったりとかもしながらずっと話して、いろんな話をして、もうほんと楽しかった。もう会った瞬間から笑ってました。もう会った瞬間からなんやねんって言われてました。小春？レイトオータン、小春って読むんだ。オリメタル何回かライブやってる。あ、マジ、やっちゃう、あれ、え、嘘、マジ。船飯さんこんばんは。あ、待って、そこか。あ、やってるわ、やっちゃ、あそこか。ありがとう、わかった。ウィズ原宿ホール。え、わかったわかった。イケアとかあるところだ。日曜日なのは残念。ウィズ原宿ホール一回行きませんね、写真じゃ。やったかもしれない。Much love from the United States。United States って何？みんな教えて。United States って何？ウィズ原宿ホール、そう、今日の特典会長くて大変だったね、本当お疲れ様って。いや、こちらこそ、本当に運営さんの不都合っていうか、カードが使えなかったりして本当申し訳なかったです。本当に皆さんごめんなさい。来てくれた方、記憶ある。いや、しばらく会ってなかった。しばらく会ってないよ、全然会ってなかった。今日生きれば、なんか何回か青青ってやってたけど、白鳥がライブだったり、ミキが撮影だったりとかね、なかなか会わなくて、やっと会った。さあちゃんワクワクしちゃうんじゃないですか。あ、待って、白鳥待って、もしかして明日って6月1日ってことは、明日お小遣いをもらえるから、そしたら白鳥はアットコスメに行けるってことですね。ノアさんこんばんは。ユナイテッドステータス、あ、ユナイテッドステータス、アメリカか。センキューイメタル、センキュー。ヤスタロもありがとう、お知りくれて。マッチラブフロムザユナイテッドステータス、センキュー、Thank you! ラブ。英語は苦手よ、標準。お小遣いの日ってなんか生々しい。ミクロとは。そう、給料日より全然、生々しくないと思う。画面目さんこんばんは。スイタシさんこんばんは。二人が爆笑してる姿が目に浮かぶぞさん。
もうなんかすっごいさ、ほんと楽しくてずっと爆笑してて、もうなんかやばかった、本当にずっと笑ってたんですけど、なんかミッキーと二人でいるとなぜかすごい店員さんが喋りかけてくる現象起きて、香水屋さんでもめちゃ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 喋りかけられて、あの店員さんっていうか、あのなんか警備の方に喋りかけられて、この香水屋さんので警備の方に喋りかけられたのと、もう一つ香水屋さんに行ったんですよ。でその香水屋さんでもすっごい店員さんとな、もう超仲良くなるレベルで仲良くなって、やっぱ大阪パワーってすごいなって思って。今日はトラブルと展示で服となりました。新庄ありがとう、そんなこと言ってくれて。ロイさんこんばんは。ありがとう。ジエンカミさんもユーアナさんもユナイテッドステータス教えてくれてありがとうございます。優しい。それワクワクってやつ、そうだよ。近くで幸せ新庄。あ、今日めっちゃ近いよね。テンション上がっちゃうとかやろ。英語伝わると思われたのか。コムさん、それは気まずい。シャトル英語本当に、あの本当にやばい。Google 翻訳ないとできないのに。ユナイテッドステイ。え、ありがとう。でもじゃユナイテッドステイツなんだ。ありがとう。本当バカすぎるね、シャトル。ありがとう。ユナイテッドステイツ。名前書くため名前書いて、これで名前書ける意味ないやつだろ。うん、これもうダメだよ。サチヤンがお小遣い制なのにちょっとびっくりしたってミクロツ。お小遣い制。そうです。お小遣い。なんて言えばいいんだろう。うん、です。二人とも美人だからですけど、ありがとうございます。流星先輩。ああ、流星先輩、こんばんは。かわいい子が二人見たらみんなほっとかないっていうほっとき。ありがとう。サチのせいでダブル有名人になってしまったやつだろ。ありがとう。サラちゃん、また来たら英会話のレッスンを続けよう。ああ、Thank you, リンメタル。イングリッシュプラクティス。Thank you. もうありがとうだ。シャトリがさ、英語喋れないのに頑張って日本語喋って、しかも英語まで教えてくれるなんて優しすぎるっしょ。おいメタル、センキュー。ミキさんなんか声かけられ、圧倒的に美しくて魅力たっぷりだから、え、ありがとう、ありがとう。ほときキュートチェシオンだよ、うん、むずいて。 Your English プロナプロナシ、プロネシアンション is getting very good. Thank you! Thank you! Your English pronunciation. わかんない、わかんない、どうしよう、わかんない。あ、危ない。どうしよう、どうしよう、助けて、みんな英語がわかんない、しらとり、どうしよう。助けて、助けて、助けて。助けて、わかんない。ミッキーさんに声かけられ、圧倒的に尽くしてきて、魅力たっぷりだから、一票ありがとう。その顔でレジやってると外人さんみんなそっちに習うと思われ、うん、すごい純子見せ、そしたら気まずい。ちょわよギフト、ありがとう。やっちちょわよ、大阪に USA があって福岡にカナダから、そうなんだ、ね、ひたさん英語の発言がいいといいとさって純子見さん、しちゃってもうゴミなんですけど、世の中のお父さんも大体小遣い制度だ。あ、そうなの。力の傷ほんと泣けるって認識して、ありがとう。発音がいいんだ、嬉しい。英語の発音がとても良くなってきました。 Thank you ウィルフケー、 Thank you。 今日もさあちゃんのまつげがぐんぐんに埋もれてたので届けた。え、今日のさあちゃんのまつげはこんな感じです。え、見てやばくない、ギュンギュンじゃない、俺のまつげすごい近い近い近い。プロナンセーションか、あ、プロナンセーション発音か。 Thank you。 こんな可愛い子がレジにいたらみんなそっち行く。え、ありがとう。ジェイドジェイドありがとう。ディムジーありがとう、教えてくれてありがとう。で、なんか待って、まだ全然話足りない、どうしよう、全然話足りない。守りたいこの笑顔、ありがとうございます。待って、ハムさんいるじゃん、ありがとう。守りたいこの笑顔、誰だろう、表示されない。え、なんでだろう。ねえ、守りたいくれた方誰ですか、教えて。さくらさん、ありがとうございます。ありがとう、さくらさん。
ありがとう。さちゃんは歯のために一生懸命素晴らしいって。ああ、オリメタル。ノー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 、センキュー。さくらさんすよってありがとう。みんな教えてくれてありがとう。ナマズさんこんばんは。まつげの形と鼻の形も好き。ありがとう、やっち。ギュンギュンじゃないときなかったっけ。デミスキー先生ありがとう。美しくても近くても美しいほどありがとう。で、これあ、そう、今日やばいって思ったのがね、シアトリがね、今超推してる女の子が海外のあのサブリナ・カーペンターっていう子なんですよ。普通にあの歌歌ってる子なんですけど、そしてシアトリね、録画面それにしてたの今日。そしたら今日さ、たまたまね、ミキとあのいて、そしてミキのロック画面見たら、まさかのサブリナちゃんで、あのえみたいな、ミキみたいな、えみたいな、えなんでミキサブリナなのって言ったら、え待って、ミキの推しなんだけどって言われて、あって、私もサブリナがめっちゃ好きなのって言ったら、えー、みたいな。でそれでびっくりした。えまさかの推しが一緒だったっていう、ミキと。そんな話してないのに、全くびっくりした。すごくない？結構奇跡。えなんかで周りにサブリナちゃん好きな子がいないからって言ったら、ミキも「えミキの周りにもいない」って言ってて、「ミキー！」ってか「嬉しい！」みたいな感じで嬉しかったり。さちゃん今日もビンナに「ありがとう流星先輩」「今日のセタリもアップテンポの曲ばっかりだけどみんな体力ついた」って言って、「ありがとう、ありがとう」。今日アップテンポだった、確かに。テンポで言ってた。光の感じが神秘的。そうなの、なんでだろう。お世話係目のさーちゃんになってますとか、ありがとう。インスタのストーリーにあげてたみっちゃんの推しって。そう、にゅうすけ先生。さあ、みきは今も通じ合ってますよ。で、気が合うんだね、みきさんって。やし、そうなの、奇跡だよね普通に。それな、さにゃこさんごも推しが被るってやつ。そうなの、そう。え、ちょっと痩せたらシャトリの表紙にしてよ。ちょっとシャトリ表紙にしてよ。先生聞こえなかったでもう一度お願いします。シュワジ、え、推しが友達と推しが一緒だった、あのサブリナ・カーペッターちゃん推してるのが一緒だったんですよ。たまたま録画面見たら一緒にその子が録画面にしてて、あのえみたいな、押してるのみたいな、サナも好きなのみたいな、サチもミキさんと同じだからめっちゃわちゃわちゃして楽しいだろうなって想像できちゃう。そしてあのめっちゃおもろかったよ今日。まず一番最初に起きた出来事が、表参道にこれがあったから、普通に二人で歩いてて、でも会った瞬間から普通にそこ向かってたんですよ、これだら。あのプラダがなんか結構すごいなんか建物で、じゃあなんかそのプラダの通りすがる自転車がなんかプラダの方にズコーって行きそうで、でそれで笑ってたしょうもな。さちゃんしか幼いもんで、ありがとう。推しの推しをかぶれエモいって言わせてくださいってさ、ありがとう。韓国ではレイトオータムという名作映画があるみたい。4回リメイクされて、すごい、めっちゃあれだ、あのコングマさん名作映画なんだね、4回もって。推しが一緒な おかつロック画面までってどんだけ気が合うねん。まあもしするな、ほんとびっくりした。15分だったってめっちゃありがとう、教えてくれて。私も友達にこの娘誰って聞かれた、俺の彼女って言っていいよ。みちさんこんばんは。おつさなちゃん、そのズコーったお話めっちゃ面白そうに詳しく聞きたい。え、なんか別になんか、え、なんて言えばいい、なんかプラダがあって、でプラダのなんかゴツゴツなプラダの建物で、そしたらウィンってこうちょっとボコってなってて、ここが
歩道みたいな、でこのウィンのところに自転車がなんかこう通ってたらこっちにガタガタって行きそうで、でプラザの壁にが激突しそうだったからやばーみたいな、えめっちゃすごいみたいな、なんかめっちゃこけそうな自転車みたいな感じで笑ってた。ありがとう愛、どうぞ、ありがとう愛はありがとう。スマホの録画面はさら姫のシャメです。シャメ犬ってことか。そのこけ方はなんだか、何なんかさ、前からなんかおもろいんだよな、そう、なんかちょっとつまずくとかおもろい、新喜劇みたいなんだけど確かに録画面も表紙も姫一択、ありがとう、ドザン本当にさ、ありがとう皆さん。そういえばあのガリガリ君に梅味が出ました。皆さんシャトル大好きな梅味が出たんですよ。しかもガリガリ君ってさ、コンビニで買うとしてもさ安いんだね、あれ80円とか。すごいってこうさすごいこけ方と思って笑ってた。私の今の表紙はブレーザーになる。ブレーザー、あの今月配信皆さんありがとうございました。もう終わりますね。あ、だってもうあの次の日になっちゃうもんね、6月1日。だから6月はシアトリの誕生日月です。あの本当にシアトリは6月は本当に生誕祭を成功させるってことだけにあの集中して頑張りますので、本当にあの皆さんお楽しみに。じゃあスクッシュタイムからいきます。いっせーので、はいはいはい、ありがとうございます。ぜひあのこのタンバリンズ皆さんも調べてみてください。じゃあ37位から読みます。今日の37位はジェードジェード、 Thank you ジェードジェード。じゃあ13位から読みます。13位はハムさん、ありがとうございます。12位スギちゃん、ありがとう。11位サシさん、ありがとう。10位キスリさん、ありがとう。順位変わりそう、まあ10位、あ、そっか、変わるかも。マジでありがとう。あのさ、ちょっとあれ持ってくる、あの何やったっけ、あのあれ持ってくるボード、シルバニアある、ここに。でここら辺はシャトリの香水コレクションマママジすごいよね、本当にさ、本当にすごいと思う。頭の切れ力半端ない、切れる力、切れ。買った？ありがとうございます。もうすぐレベルゼロって泣いちゃうわ。13位からいきます。13位ハムさん、ありがとうございます。12位スギちゃん、
ありがとう。11位サシさんありがとう。10位キュスリーさんありがとう。9位マシュマロサクラさんありがとう。8位サイルさんありがとう。7位ラブさんありがとう。6位トクロありがとう。5位ヨウちゃんありがとう。4位ニスキセシありがとう。3位ヨッチありがとう。2位サクラさんありがとう。そして1位はゾザンありがとう。ありがとうゾザン。皆さんありがとうございました。今月、そして今月の最後の1位はゾザンでした。ありがとう。1位ですね。5月の31あ、間違えた。皆さん6月もよろしくです。できた。ズズンスクショタイムよろしくお願いします。あと本当は2分で6月。ズズンよろしく。いっせーので、はいはいはい、いっぱい応援する。ありがとう。6月もいっぱい応援してください。ありがとう。いけたかな。お夢太郎疲れー。もう疲れー。バイバイ。できた。よかった。ありがとう。ありがとう。じゃあみんなでバイバイ。バイ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 。また明日ライブ来てくれる方はぜひよろしくお願いします。バイチョイチョイよ。